始まります。今日はここ阿蘇の空にエキサイティングでファンタスティックなアクロバット飛行が繰り広げられます。皆さん一緒に楽しみましょう。今日皆さんにアクロバット飛行を披露するのはレッドブルエアレーサーのアンリミテッドエロバティックスパイロット室谷義秀、そして MC は淳です。よろしくお願いします。さあそれではいよいよ義秀に登場してもらいましょう。 Ladies and gentlemen、 レッドブルエアレーサー室谷手にぐる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 ロールをしながら演技を始めています。さあ今日は青い綺麗な空に飛行機雲の落書きをいっぱいしますので皆さんよろしくお願いします。さあ低いところ加速してきましたよ。上昇開始くるっと地を返してハンマーヘッド。さあくる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 回って急降下。ぐるぐると左右にロールを決めて上昇していきます。さあ戻ってきます。機体は高度を取るためにぐんぐん上昇を続けます。この後3000フィートおよそ1000メートルまで上昇し、さあ後半の技に入ります。さて吉室屋はレッドブルエアレーサーとして世界中を転戦しています。このレッドブルエアレースは地上のパイロンで作った複雑なコースを決められた飛び方でタイムアタックをするという非常にエキサイティングなスポーツです。その速度は最大370キロ、最大 G は 12G という超ハードなスポーツです。今日もその一端を見せてくれるフライトに期待しましょう。さあ吉室屋は今から大空に飛行機でお絵描きをしようとしています。さあ一体何を描くのか、さあ皆さん分かったら大きな声で教えてくださいね。さあ会場上空高いところ、今吉室屋スモークをはいガスで上昇。さあこれは何の絵でしょうか。これはハート。はい、これは吉村から皆様へのプレゼントです。さあ次は室谷ホイールという大技に入ります。ぐる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 と連続回転しながらの垂直降下、大変難しい技です。今日は何回回るか、5回か10回か、皆さんどうか大きな声で一緒に数えてくださいね。さあ会場高いところ、あ今吉室屋がやってきます。室谷ホイールです。さあ走行、その窓からさっきから1、2、3、4、
とロールを決めて、はい、タイム行きはしも止まっていった。はい、ここで人がなくなってきますよ。背面に入れて、ここでこらえて水平に移動して、わかりました、背面で今くるくると音を張るように回ります。さあ、これは背面でのフラットスピン、入れるのも抜くのも難しい技。そして、はい、さらにぐるぐる回って、さあ、これからいろいろ離れ技の連続です。飛行機の不思議な動きを見てください。飛行機がでんぐり返して、さあ、ここで吉室屋、飛行機の速度をどんどん抜いていきます。さあ、皆さん、飛行機の動きにご注目。ああ、バックバックしてますよ。飛行機が空中でバックしました。これはテールスライドという非常に難しい技。ながら進路を変えています。さあ、これではどちらが上か下かもう分かりません。さあ、会場の正面そして今皆さん、吉室屋は飛行機を空中でヘリコプターのようにホバリングさせています。そして回っていますよ。自分の煙の中に入ってバックしてきた。まるで忍者のようですね。これはトルクロールという離れ技、見事に決まりました。さあ、ここからまた難しい技の連発です。さあ、こちらの方に向かってスピードをやや殺してやってきました。おっと、飛行機がくるくるっと風車のように回りましたね。ホイールスピン、吉室屋のオリジナル技、今来ましたね。さあ、再びここで高いところに上がって、さあ、ぐるぐる回ってこちらの方に入ってきましたよ。さあ、青い空に溶けてしまいそう。空中で止まってこちらに向かって降りてくる。さあ、青い空に吉室屋のエクストラキラキラ輝いて非常に美しいですね。さあ、吉室屋、これから空く降りてきて皆様にご挨拶が続きます。いいですか皆さん、シャッターチャンスの連続ですよ。さあ、やってきた。戦いを見せてのナイスエジパス。さあ、会場右手の方から再びやってきました。気持ちが吉室屋に通じたかな、通じたかな、はい、通じたようです。再び左手から今度はゆっくりとした速度で来ましたよ。エース君、ナイスエキパス。さあ、斜めに飛んでいきます。さあ、再び、
け付きでした。さあ、そして左手の方から吉室屋、スモークを吐いて最後のパスになります。翼を振ってご挨拶、クライチョン。さあ、これで演技は終了です。本当にあっという間に時間が過ぎてしまいました。さあ、私たちディープブルースは今後も海外の航空ショーに参加し、大勢の皆さんにアクロの魅力を伝えたいと思っています。次回のショーは今月20日茨城の土浦で行われるショーとなります。最新の情報はディープブルースのホームページでご覧になることができますので、ぜひアクセスしてみてください。また演技終了後に吉室屋は青いの森のディープブルースのありますので、ぜひご覧になってください。また航空カメラマン今原太郎個人の写真集サイン・イズ・ザ・リミットもブースで発売されています。長期にわたり吉室屋と今原太郎が一緒に作り上げた写真集です。この機会をお見逃しなく。皆さん、チームディープブルースのエアショーはいかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたか。ありがとうございます。今後もディープブルースは野心活動を通じて皆様に航空文化スポーツをより楽しんでいただきたい。